しかし5000万円の融資には明らかに不正の事実があるんです。不正か不正でないかは我々が決めることで、一支店長には関係のないことだ。畜生、桑山のやつ、俺はこのまま黙ってはいないぞ。このまま寒流の波に巻き込まれてたまるか。私たち結婚できないかしら。それ銀行としてはいざっていう時は担保を取り上げれば損はないわけだが、君の責任はそれだけじゃ済まないよ。奥さんがあの男の一体どこに惹かれてんのか僕にはどうも分かりませんな。奥さんが好きです。最初にお目にかかった時から好きになりました。そこを調査です。分かりました。その漠然たる調査でなく、ある女の関係だけに絞ってください。私自分より惨めに見える人好きになれないわ。これ以上あなた私と付き合ってるとますます惨めになってくるような気がするの。君はよくもこんなデタラメなものをわしにつかませて踊らそうとしたな。